松山勘十郎は日本のプロレスラー。子供の頃からプロレスファンで新潟での工業に足しげく運び、道のくプロレスのザグレートサスケに質問コーナーでトレーニングに関する質問をしたこともある。プロレスラーになるのが夢で山上工業高校時代はレスリング部に所属するも運動経験がゼロだったこともあり、実力は低かった。体力も技術もなかったが、 高校卒業のタイミングに合わせて、東流門の13期生に応募して、書類審査でパスした。東流門を選んだ理由は、体格を問わないこと、体力テストがないこと、そして校長である、ウルティモドラゴンの存在だった。神戸の道場で、半年間練習後、ナウカルパンの東流門、メキシコ道場で修行を積む。歌舞伎役者に顔が似ていると感じ郎のリングネームを、 校長からもらい、5ヶ月後の2004年5月16日、アレナ、コリセオでの自主工業で、同期の大原はじめを相手にデビューして、勝利を収める。その後、メキシコで試合を続けて、タック王座のローカルタイトルを獲得して、ドラゴンマニア等にも出場。当初は覆面レスラーだったという説もあるが、実際に覆面レスラーとして、リングでファイトした事実はない。当時、 プライベートマスクを使用していたことがあり、それを見て覆面レスラーだと勘違いしたという説が有力である。2006年4月14日、日本に外戦して、後楽園ホール大会で鈴木健相とタッグを組んでいる。道のくプロレスの道のく二人旅にザグレートサスケのタッグパートナーとして出場。そのまま準レギュラーとして出場して、 男森との構想でお笑いプロレス街道を邁進する。2006年11月4日、大阪プロレスに初参戦して2008年から所属選手となった。2014年4月20日をもって大阪プロレスを退団。個人事務所、松山勘十郎事務所を設立して、客演や座長公演の開催をメインに活動していく方針を明らかにしている。また、 事務所主催の工業を行う予定で、自身の目標として、同期でもある岡田和地下とシングルを行うことだという。岡田和地下とは、東流門時代に、メキシコの名前も知らないような、小さい町で対戦したことがあるが、試合内容も勝敗も覚えていないという。2014年9月14日、故郷の田上町で、自主工業を開催。メインで6人タッグマッチに登場して、 ウルティモドラゴンとアジャコングとタッグを組んで、対松山和之助、&、ビリーケンキッド&、豊田学美組と対戦が決定。2015年1月30日、インディペンデントシアターセカンドで、大衆プロレス松山座の旗揚げ公演を開催。一座の松山忠之助、松山和之助、松山美幸、花の姫と、ブルーアーマーリングサービスとの二団体所属選手になる。 メリーなど5人の所属が決定。しかし、一座の人間は、現世のレスラーの体を借りて、活動をしているため、現世の4人のプロレスラーの活動は、今までと同じままである。マイクパフォーマンスやコミカルムーブを得意として、ルチャリブレをベースに、独特の動きを随所に垣間見せる試合を展開する。かつて、大阪プロレス平日工業に稀に登場していた。 現世のプロレスラーの体を借りて活動する一座。それを主軸に松山貫十郎が大阪プロレスから独立、旗揚げしたのが大衆プロレス松山座である。ありがとうございます。